子供が亡くなるような事故や事件は親御さんにとってだけでなく社会全体にとっても大変悲しい出来事です少しでも減らすため繰り返さないためにどんなことができるかみんなで考えましょう乳幼児や10歳未満の小児では年齢によって順位が変わっていきますが交通事故 窒息溺水が主な原因となっています。秋田県で水の事故溺水によって亡くなった乳幼児は過去20年間で6人に上ります。特に1から4歳の幼児では溺水による死亡は不良の事故として我々の調査で2番目に多い原因です。 発生した場所として浴槽が半数以上で他には用水路や川で亡くなっている方がおりました最近のお風呂は高さ4 0センチ前後のものが増えているため小さなお子さんは転落しやすいということに注意しましょう従って浴室のドアには手の届かないところに鍵をかける 浴槽の残り湯は抜く特に2歳になるまでは気をつけて行いましょう2 3センチの水深があるだけで乳幼児は十分溺れてしまいますまた保護者が先発中はお子さんを浴槽から出し定期的に声をかけるようにしましょう勘違いされやすいことですが お子さんが溺れるときは静かであるということに注意してくださいこれからの季節に特に心配となるプールやいわゆる自然水域、川や海などでの事故は5歳以上になると多くなると言われています自然水域では必ずライフジャケットの着用を徹底し 子どもだけでで遊ばせないようにすすることが大事です保護者はいざという時の心肺蘇生法を学び服を着ての水泳習得ライフジャケットの着用法を学ぶなどの溺水予防教育を行いましょう。